にちは、ひなちゃんです。はい、ということで、見てください、皆さん。じゃじゃーん。うおー、すげえ。すごいでしょ？これは、すべて私の服なんですけど、今回はサムネを見ていただけたら分かる通りなんですけど、この洋服を着て、ファッションショーをしたいと思います。はい、で、この服、これからの季節ね、暑くなるということで冬服は省かせていただきました。で、多分冬服もプラスになるとこのお洋服の倍になると思います。なんですけど、これでも結構ある方じゃない？そりゃあるすぎでしょ。あるよね。普通に生活している人たちはこんなにあっても着るときないからね。そう、私は、こういう活動をしてるので衣装としてっていうので、そうだね、使わせていただいてるので多分どんどん増えちゃうのかな。これ実は気づいた人いたりして、タグがつきっぱなしだったりするもんね。私癖でタグついてるまま着るときが結構あるんですよ。しかも気づいてるのに着らないって。見えないからね。そうなの。なんでだろうね。ハサミとかいちいち出すのがめんどくさい。出た。ただそれだけの理由で。そうだね。それは置いといて、ここにね、タグとかも見えてると思うけど。ああ、本当だね。ちょっとこの衣装もね、やっぱりどこかで整理しないといけないので、そのお片付けをするために出したんだけど、せっかくなら動画撮っちゃおうかと思ってね、ファッションショーこれをバーっていっぱい来てみんなにお見せできたらないいなって思って、今回この企画をやらせていただきます。では早速、多分ね、みんな早く見たいと思うので早速見たいと思います。今からめっちゃ着替えるので、頑張ってください。それでは、じゃないの。はい、では早速、紹介したいと思います。それでは、レッツゴー。はい、一着で、ね、じゃーん。はい、どうでしょうか。一発目からいかつい感じかましちゃってるんですけど、このメガネがいかついかな。はい、2着目、これはズボンと靴は変わってないんですけど、ちょっとね、このズボンに合いそうな服を見つけたので着てみました。どうですか、これ。オーバーめのお洋服ですね。次、はい、3着目、かっこいいですか。うん、かっこいい。大人っぽいよね。ちょっと動きやすくなったね。うん、動きやすい。はい、次、じゃん、明るくなったね。明るくなった。これめっちゃ派手じゃない、すごいね、これ、いいよ。次、はい、続いてのはこちらです。一気に雰囲気変わりましたね。ちょっと春っぽくなった。春っぽくなりました。美味しい。次、はい、続いてはこちらです。さっ
妹が可愛いのでちょっとみんなに紹介したいなと思って準備ました。次。はい、続いてのコーデはこんな感じです。ちょっと大人な感じですね。次。はい、続いての衣装はこちらです。これパパのチョイスなんですけど、実は。なんかバンドやってる。ちょっとそのメガネ&ポニーテールっていうところが。キモいこの。マジキモい。次。次。続いてのお洋服は、さっきのお洋服にこのねシャツを羽織って雰囲気また変えてみました。天使だね。天使ですね。ちょっとこれ合わせるの難しいよね。柄だね。あ、そう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 、合わせるの難しいと思う。こちらです。ちょっとサングラス、どうですか、完全モノテン、あ、違うモノテン、モノトーンかっこいいよね。どうですか、かっけーかっけー。で、これめっちゃかっこいいのが、これやると、見てください、本当だ、ちょっとね、また雰囲気変わるよね。かっこいいね。次、はい、続いてのコーデはこちらです。これはさっきの服に白いシャツをねちょっと着ました。また大人っぽくなったね。へ、うん、えー、いいね、うん、はっけー。ちょっと服のジャンルが変わっていきそうな雰囲気も。ちょっと出番なくなっちゃったね、うん、これすごい勇気いるよ、人の。あえてちょっと派手な感じのやつを、うん、この物的にはすごい可愛い、うん、はい、次、夏だね。夏ですね。すごい急に一気に爽やかになったんですけど、どうでしょうか。これもねめっちゃ懐かしい、すごい久しぶりに来たんですけど、次、はい、続いてのコーデはこちらです。これはちょっと、まあ、合うかなと思って貯めたんですけど、どうですか。これもまあ上だけ変えたんですけど、結構爽やかな感じで可愛いと思います。次、はい、続いてのコーデはこちらです。ちょっとねパリピ的な感じ。これ実はココちゃんにいただいたものなんですけど、めっちゃ可愛くない、この服に。これはい、こんな感じです。次、ビーチ好きなひーちゃん、ビーチかわいいでしょ。次、はい、続いてのコーデはこんな感じです。女の子って感じだよね。むしろ男の子っぽくない。ごめんなさい、女の子って感じじゃないか。なんどんな感じ。それファンの子にもらった T シャツだよね。あ、そうなんですよ、これファンの子にいただいた T シャツを今着てます。ありがとうございます。次。じゃじゃーん。皆さん覚えてますか？このお洋服。これリボーさんで1枚企画したときに買ったお洋服なんですけど、今久しぶりに来ました。次。
ない？めっちゃ悪いやつの格好で。こんなも持ってんだよね。そうだね。実はこんなも持ってます。でしょ？やばいね。やばい。いいよね。かっこいいじゃん。うん。実はこれ。こうやって言っても綺麗。これでも誰かわからんよね、多分。ね。雰囲気変わるね。うん。悪そうだな。怖いね、これめっちゃ。なんか忍者みたいだね。ね、忍者みたい。見つけれんね、これじゃあ、ひーちゃん。これで街歩こうか。やばいやつだ。はい、次。はい、続いての工程、こちらです。これもめっちゃ大人っぽいでしょ。ほんとだね。もう大人だね。大人だよ。大人っぽいよ、大人あとね、すごい黒のタートルネックがいい仕事してますね。次、はい、続いてはオールホワイトでね、こうでこんなんですけど、あえて下は黒の靴を履きました。はい、ということで、コーデはこれで最後です。まあ最後はオールホワイトで締めました。すごいね、これ。このコーデ着たことなかったんですけど、ちょっと新たな発見が見つけられてよかったです。これでさ、このマスクで出歩いたらめっちゃかっこいいな。めっちゃかっけえよ、これ。うん。いーちゃんがだいぶ大人になったことに気づきました。そうなんですよ、1年前ぐらいに着てた服を着たらですね、丈がね、合わなくて、っていうか結構上に行ってて身長伸びたんだって改めて実感しました。あとね、他にもたくさんあるんですけど、特に紹介したいコーデたちを紹介しました。いかがだったでしょうか。みんなの参考になれたら嬉しいです。ということで、最後に見てくれてありがとうございました。いいと思ったら、これ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、バイバーイ。